ゃあ本日はインタビューありがとうございます。まず、お二人の自己紹介をお願いします。ミカエルさんからお願いします。ミカエル・ミカエルソンと申します。スウェーデンから来ました。はい、どのくらいに ISI で勉強していますか？1年ぐらいです。1年ぐらい、はい、ではミーさんお願いします。ミーと申します。スウェーデンから来ました。22歳。22歳、はい、ISI ではどのくらい勉強していますか？1月から今5ヶ月ぐらい。はい、ありがとうございます。ではお二人にお伺いしたいんですが、お昼ご飯はいつもどうしていますか？俺だと多分外食する。外食、レストランに行って食べるんですか？お友達と一緒に。いっぱい時々一人で、うん、なるほど。この近所のレストランですか？そう、近所のレストラン。みさんはどうですか？今度は家で食べる。家で食べる。自分で作るんですか？はい。あ、なるほど。じゃあ近所のスーパーに行って何かを買って。そう。昨日は何を食べましたか？昨日のお昼ご飯覚えてますか？昨日俺はたくさんの食べた。もう、うん、チャーハンを食べた。チャーハンを食べた。み、うん、さん覚えてますか？ファミリーマートのあのファミリーマート巻き。巻き？そう。あ、お寿司みたいな。そうです。あれ美味しいよね。あ、じゃあ2人とも日本料理は食べますか？食べる。そう。晩ご飯はどうしてますか？家で作る。あ、みーさんはじゃあ大体家で作るんですね。そう。安いから。ミカエルさんは？俺はセルネーレーネの、ゲストさんの近くセルネーレーネでお弁当を買って。うん、お弁当を買って。そうですか。いつも買ってるとお金は結構使っちゃいますか？安い店もあるかな。それも近くで言うと、もうお弁当の店もあるかな。今は多分400円ぐらい。あ、そうなんですね。なるほど。じゃあ今日はこれから何を食べるか決まっていますか？はい。夜はなんかバジルパスタ。バジルパスタ。そう。あ、すごいいいの作るね。バジルパスタですか。それを作るんですね。はい。ミカエルさんは？俺は多分インド料理を食べる。インド料理。どこかのお店に行くんですか？ちょっと学校の近くに。あ、学校の近くにインド料理があるんだ。わかりました。ありがとうございます。